マルコヒエタラは、フィンランド出身の作曲家、ベーシスト、ボーカリスト。非凡なベースプレイは元より、デビュー時には、ロニー・ジェームス・デオにも例えられた、その強力な声で、数多くの作品に参加している。特にターヤ・トゥルネンとのデュエットは、世界中で賞賛された。また、アイアン・メイデンから、ブルース・ディッキンソンが脱退した際、公認候補に上がっていた。 企婚で二人の子供がいる。1984年に兄であるザシャリー・ヒエタラーと共にバンド結成パーガトリーを名乗り1985年にレコード契約を獲得する。その際にバンド名変更を要求されたためバンド名をタロットとし、フィンランドで初めてのヘビーメタルバンドとしてアルバムザ・スペル・オブ・アイアンでデビューする。 アルバムフォーザ Glory of n ッシ h i n g 発表の後、タロットが活動休止となったため、シナジーやコンクエストに参加。さらにカバーバンドメタルゴッツで活動を行う。シナジーとしてツアーした際にヘッドライナーであったナイトウィッシュのメンバー、中でもゾーマス・ホロパイネンと意気投合し、彼らのアルバムセンチュリー・チャイルドより正式メンバーとなる。この際に、 シナジーとナイトウィッシュを掛け持ちする予定であったが、シナジーを解雇されてしまう。ナイトウィッシュに参加したことで、タロットも再び脚光を浴びることになり、ナイトウィッシュが活動を休止している時のみタロットにて、活動を行っている。2007年には、ニュークリアブラスト設立20周年を記念して、結成された、プロジェクトニュークリアブラストオールスターズに参加した。 2021年1月、約20年間ベーシストを務めたナイトウィッシュからの脱退を表明。さらにヒエタラは声明の中で、公の場からも引退することをも表明した。ヒエタラは、近年のストリーミング会社やプロモーター会社に、搾取されるという現状に幻滅したことや、慢性的なうつ病という現状から、脱退、引退を決断したとしている。ただし、 将来的に復帰する可能性についても示唆している。マルコ冷えたらベースはすべて4円でチューニングは全音下げにしている。全ベースにヒップショットのベースエクステンダーを装備しており、曲によって4弦のみさらに全音下げにしている。クレーマーベース使用機のタロットではヘビーに改造を施した50ワットのオールド、マーシャルヘッド25インチ2つのマーシャルキャビネットと10インチ4つの アルミニウムスピーカーを搭載したハートキーキャビネットを使用していた。スタジオではアンプを使わず MAC とンサンプペダルもしくはプラグインで使用していた。いくつかのミキシングセッションでは空気感と環境音を得るためアンプとキャビネットを使用している。ABCD、ナイトウィッシュ、S、ロングタイムベーシスト、ボーカリストマルコマルコ、ハイタラアナウンスヒズデパーチャーフロムバンド。 ブラボマウスネット2021年1月21日閲覧。ありがとうございます。